白岩会計事務所の白岩です。東静岡駅近くで会計事務所を構えております。清水区で、2015年に独立開業された皆様、確定申告の準備はいかがでしょうか。確定申告というのは2016年3月15日までにお給料、売上とか利益、儲けというものを計算して税務署に提出しなければいけないものです。こちら年を明けてから作業を行おうとすると大変限られた時間の中で大変ストレスがかかります。レシートをまとめて通帳をパソコンに入力してというのですね、かなりのストレスです。皆さん毎年うんざりされながら作業されている方が多いです。そのような作業はですね、もう専門家に任せてしまった方がよろしいかなと思います。税理士に任せてしまって自分は本業に集中するよという方がビジネス的にも正しいと思いますので、ぜひ私にご連絡いただければと思います。連絡先は YouTube は下に書いてございますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。